はい、皆さんこんにちは、ポネルです。前回は、獣ヒナを捕まえて牧場に行きましたね。で、とりあえず成長するのを待ちたいので次のイベントを探していきたいと思います。で、ルリ君、この後ろについてくるやつですね。ルリ君が探してる人がいるということで、そのイベントが発生すると思うので、前回もらった地図を元に行っていきたい、と思います。じゃあ新しいアーティファクトを出しましょう。現在ですね、リコーン街道、ドミナの街、マイホーム、そしてジャングルとありますが、新しいアーティファクト、これですね、翡翠の卵。これが今ついてきてるルリ君のイベント発生するものと思われますので、これを新しく出したいと思います。どこに出そうかな。上にしようかな。上にしよう。ここに置きます。おお、来ましたね。メキフの洞窟、メキフの洞窟行ってみたいと思います。レッツラゴー。のプリンセス、あ、なんかお姫様を探すミッションなんですかね。きらめきを感じる、なんか真珠品か、とにかく急ごう。あ、なんか急いでるみたいですね。ちょっと装備確認しましょう。自分の装備は軽量意見をですね、ちょっとまた弓に戻したいと思います。あ、でも弱くなっちゃうな。でも弓の方が遠距離攻撃なんで敵に近づかずに倒せるんで、こういうのしましょう。で、必殺技、あ、必殺こんな感じでやってみましょう。玉ねぎ剣士が当たりますね。話しちゃいましょう。何でも聞いてよ。アビリティカード、これは最初に聞いたやつですね。何か役立つこと、うん、何もない。お待たせしました。進みましょう。あ、いきなり分かる。この動いてる草は何なんだろう。丸ボタン押しても何もなんないんですよね。なんかあんのかな。よし、下に行こう。こっち1階ですね。また道に迷いそうな気がします。あ、敵ですか。あ、逆さになって回ってる。この人人じゃない。よし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 。お、必殺技、回転打ち、ミラージュアロー。あ、すごい、一気に二つ覚えましたね。進みましょう。よし、じゃあ行きますよ。必殺、ミラージュアロー。おお、敵のこと追いましたね。よし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 。まあ、強いのか弱いのか、よくわかんなかったけど。いける。
か3回行きましょう。早くも地下3階か。これは迷うな。おお、頭飛ばしてきた、この人。人じゃない、キノコ。すごい器用だな。あ、混乱状態だ。こんな状態。でも経験値は取りたい。経験値は取りたい。あ、いいですね、取ったね。よし。あ、あ、行き止まりじゃなかった。階段前。こっちは、あ、宝箱。蝶の話しとく。なんかいろんな道具アイテムゲットしてるけど何に使うのか全然わかんないんですよね。ちょっといきなり大事な部分来ちゃった。ああ。デュカテ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いきなりボス、いきなりボス、これちょっときついな。ミードルショット、はい、二人一遍に使っちゃったけど、あー、出せてない上に、そうそうそう、ずっとされた。逃げた。雪だるまになっちゃった、仲間が。やばい、これ、直してあげられないのか。あー、なんか乗った。雪だるまになってる、終わりかよ。あー、ちょっと待って、あ、仲間死んじゃった。これどうしようかな。ミラージャロー使わせる。あ、そこで攻撃、あ、これ攻撃食らうと必殺技止まっちゃうんですね。やばい、非常にまずい。ここ勝てるかな。あ、大丈夫。これは、あ、経験値取れない、倒したのに。うっそ、あ、最悪。はい、こんにちは、ポネルです。前回に引き続きやっていきたいと思いますが、ルリ君、この新しい仲間をね、え、何、やり直した？いや、そんなことはない。気のせいです。ルリ君を仲間にしたので、こいつのイベントを発生していきたい、発生させていきたいと思います。新しいね、アーティファクトも手に入ったんで、それに従って進みましょう。迷子のプリンセス。
プリンセスが迷子になってるんですかね。どこにいるんでしょう。全くわかりません。急ぎましょう。上の道行ってみましょうか。なんか下の道に迷子のプリンセスいそうな気がするので上の道行ってみましょうか。あ、装備を変えないとですね。あ、間違えた。変えられてる。装備は弓に変えます。で、必殺技まだいいか。後でお届けしましょう。すごい、あ、宝箱かな。トカゲの肉。あ、草人がいますね。なんだろう。ここあんまり人来ないの。人来ない。ここあんまり人来ない。あ、こいつあれですね。最初のところに戻されちゃうやつ。先進みましょう。あいつ、ピンクのやつは話しかけると最初に戻されちゃう。あ、ルリカ危ないそこ危ないっしょ。あー危ない、これが危ない。あ、あ、なるほど。めっちゃ美味しいとこ持ってかれた。めっちゃ俺最後必殺技で決めようとさ、ゲージ貯めてたのにすげー美味しいとこ持ってかれちゃったよ。なんだよマジかよ。真珠姫どこだ。お、ルリ君、核は傷ついていないか。ええ、一人でうろつくなとあれほど言ったじゃないか。どうしてこんなところに。考え事をしていたの、いろいろ。今は考えなくていい。今はおとなしく俺に守られていればいい。うわ、なんかキザムカつく。キザ、すっごいキザムカつく。でも、いい加減にしろ。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、これは真珠姫かばうでしょう。ルリムカつくもんだって。
あんたは黙っていてくれないか。この人は、お前を探すのを手伝ってくれた。変わったやつさ。お前に言われたくねえよ。なんだよ、おめえがついてくるって言うからいいよっつってさ、探してやったのに変わったやつさ呼ばわりはないだろう。そうなんだ。そろそろ行こう。でも、じゃあな。ありがとう。いいんですよ、そんな。行くぞ。ごめんなさい、今、行くわ。真珠姫可愛くね？すげえこの照れてる感じ、内股の感じいいんだけど。ポネルお兄様？おお！お兄様、いい響きですね。これ、お礼です。やりました。新しいアーティファクト、石の目玉取得です。お兄様なんて呼ばれちゃいましたね。あ、これで終わりなんですね。なんか意外とあっさりとしたイベントだったな。もしかしたらまた続きの話があるかもしれませんね。うん。じゃあとりあえず、今回はこの辺で失礼いたします。またマイホームに戻って次回は、育ててるヒナがアダルトになってるか、確認してみ、行きたいと思います。ではでは、さようなら。